字を見た時に清潔感があったので治療を受けてみたいなと思ってお名前にしました。もともと銀歯があった時から口を開けた時に見えるのが気になっていたので治療をしたいなと思っていました。で前回白くされたいとおっしゃったので、今日はちょっと白いもののメリットデメリットの説明先にしていきますので、金属じゃないので今の歯とご自身の歯とあまり変わらず入れられると思います。であと他にメリットとしては、普通の金属とかよりもやっぱり汚れをつきづらくなるので虫歯になるリスクも減らせると思います。ただどうしてもデメリットとしてやっぱり保険外のものになってくるので自費なのでやっぱ費用が高くかかるっていうものと、例えば歯ぎしりとか食いしばり結構強くされる方だとやっぱり割れるリスクがあるので、そうするとやっぱマウスピースみたいなものを寝るときとか、つけてもらう形にはなると思います。で今日は白いもの入りましたん で白いもの入って終わりではなくて、基本的にやっぱり定期的なメンテナンス、やっぱり汚れがたまると、白いものも外れやすかったり割れやすかったりするっていうのと、あとやっぱ噛み合わせも変わってくるのであまり強く当たってたりするとどうしても割れるリスクも高くなるので定期的にメンテナンスしてで噛み合わせをチェックさせてもらうと今の白いもの長く持ちますので定期検診でまたいらしてください。